This is Seiya. Today we have an important announcement for you. My favorite country is ということで、今日のテーマはですね、仮想通貨、仮想通貨をテーマにしていきたいと思います。では行ってみましょう。まずはビットコイン、仮想通貨とはというところですね。まあ、2021年で、時価総額が高いものがビットコインということになっておりますね。でビットコインというのは何ぞやというところなんですけども、発行枚数が上限に、限りがあって2100万枚に設定されており、まあ、流通量が、限られているということから、金と同じような、財産価値があるというところで、まあ、一番聞き馴染みがあるのはコインチェックというところですかね。でこちらはですね、通貨がですね、まあ前よりは増えたんですけども、20種類ぐらいあるのかな、ビットコイン含めて。まあ20種類の取り扱いがあって、ただですね、コインチェックはですね、ちょっとですね、ほとんどのコインがですね、販売所での販売となっておりまして、なかなか取引所での交換がない状態です。まあ、取引所と販売所の違いは何なのかっていうとですね、まあ、販売所がですね、まあ、高いですね。取引所っていうのは、まあ、リアルタイムにその板付けで、購入ができるので、まあ、安価に購入することができるということですね。なので、まあ、安心感で言うと、まあ、もちろん日本での取引所での購入がもちろんいいんですけども、まあ、コインの豊富さの種類、または海外での取引所の購入の方が安価というのが、まあ、現在の実際のところですね。で最近で言うと IOSD であるとか、その辺の価格がまあ釣り上がってるんですけども、それももちろんコインチェックでは販売所でのみの取引となっております。なのでですね、価格乱高下するときに買ったり売ったりとかいうのが何回もあるようなものであれば、販売所よりも取引所での購入が、もちろんいいわけですね。じゃあまあどの辺がいいのかっていう話にはなってくるんですけども、もちろん仮想通貨をこれおすすめをしているわけではないんですけども、まあ、海外の取引所で言うとですね、まあ、ベスト3に入ってくる、まあ、中国のバイナンスでありますとか、まあ、コインベースとかですね、あとはまあ結構日本でも使っている方が多いバイビットとかですね、その辺がまあ大きな、まあ、使いやすさとかを含めてですね、使いやすいかなというところではあります。ただですね、やっぱりこのアメリカの方のですね、圧力みたいなものがやっぱりありますので、ね、使えなくなるっていうことは、まあ、ゼロではないのかなとは思ってますね。で私がまあ昔から注目しているコインの一つとしては、SFP っていうのがありますね。これは、US テザー付けの分でいくと、今のところ、お値段の方が 1.59 ドルあたりを推移してて、まあ、1回ドーンとですね上がった時期もあったんですけども、現在はもう一番そこからですね、ちょっと次第に、値段を戻していってるというものでありますね。で私の情報収集源でいくと、まあ、Twitter とかですね、あとは、コインデスクとかですね、あとはもうコインマーケティング、マーケットキャップとかコインベースとかですね、あとはまあ仮想通貨ニュースとかですね、コインボーダーズとか、その辺を読んだりしております。実際ですね、私が仮想通貨関係を買い出したのが2018年の頃で、あの時はですね、まあ、ネムとかリップルがもう1円以下からグイグイグイと上がってきて、もちろんネムとリップルもまあその時はもうギリギリのイナゴ買いで買って、まあ、少しは儲かったんですけども、一番上がったのはですね、中国の仮想通貨で TRX っていうですね、トロンっていうですね通貨があったんですけども、そちらの方がですね一番いい感じで乗れてですね、まあなかなか最初の
儲かりやったかなとは思ってますね。その後はですね、一旦全部手放してまたビットコインとかですね、全体的に下がってきた頃に、ネムをまた買い戻しました。ネムとリップルかな、その辺のまあ主要通貨を買い戻しまして、でまあそうですね、 IOST とか ADA とかですね、あとまあケーキとかですね、あの辺も手を出したりもしてましたね。あとはまあバイナンスにですね、BNB っていうですねバイナンスのコインがあるんですけど、それも結構上がりましたよね。で実際どうなのよっていうことなんですけども、3ヶ月ですかね、見てみると累計損失がまあ 110% ということで、まあ、これ 100% いくとですね、約資金が2倍になったっていうところですね。なのでまあ下がる時ももちろんあるんですけども、当たりをつけばですね、簡単に資金が2倍になるっていうところがまあ恐ろしいところですね。もちろん2分の1になる可能性もあるということですね。で資金が単純に2倍なので、なのでですね、負けたと思っててもあと、まあ、2,3 年後持ってると勝ってる場合もあるっていう、まあ、そういうものが仮想通貨でありますね。で、まあ、最近始めてたNISAの収益をちょっと見てみると、これNISAの方もここ3ヶ月の収益なんですけども、NISAの方でいくとたったのプラス 2.4% というところで、まあ銀行で預けるよりかはマシなんでしょうけども、2、3万預けてて500円ぐらいですよね。まあ、さっき見てもらった通り仮想通貨で言うと 100% 超えてたので、まあ、2、3万預けてたら4万6万2倍になってるわけですので、まあよっぽど高値で掴まない限り負けないっていうのが仮想通貨の業界なので、僕はなんだろうな、いいと思いますけどね。まあそのもちろんですね、自分の余ってる自己資金でやるっていうのを前提ですけども、まあ、投資は自己責任なんでですね、誰かが言ってたから買ったのに上がんねえとか言うのは僕はちょっとそこは違うかなって思ったりする時はありますね、他人がどうこう言ってるのはあくまで参考にしてですね、自分の頭で考えてですねやれば、まあ僕の勝率でいくと今のところ 100%。 競馬に一時期ハマってた時期もあったんですけど、今こっちの方が全然いいなっていう感じではありますね。もちろんですね、その途中段階ではですね、もちろん下がったりっていうのはあるんですけども、長い目で見るとですね必ず勝てるっていうところで、まあもうしばらくは乗っかっていきたいなと思っております。それでは皆さん、次回動画でお会いしましょう。またね。